はい、どうも、しです。今回はですね、コミュ障だと思われないために意識するべきたった一つのポイントというテーマでお話していきます。これね、もう結論からバッと言っちゃうんですけど、今自分が話している話が相手がね、興味を持って聞いているかっていうのを察知するっていうことです。もうそれ一点かなというふうに考えてるんですね。要するに、それが察知できるかどうかが空気読めるよねとか空気読めないよねの判断材料になってくると思うんですよ。で、なんでそういう風な考えに至ったかっていうと、私ですね、今年の2021年の1月の末ぐらいから音声 SNS って言われてるね、クラブハウスっていうアプリですごい遊んでたんですよね。クラブハウスでざっくりですよ、ざっくり言うと部屋が建ってるわけですよ。何々について話す部屋とか、あと雑談部屋みたいな、まあ、部屋が建っていて、でそこに本当にいろんな人が入ってくるわけです。本当にもう年代も違うし、職業も全然違うし、もう何やってる人とかも関係なく、もういきなり会話開始みたいな、すごいね、ハードな環境だと思うんですね。いきなり雑談を求められるわけなんで。で、そこで、やっぱり2ヶ月も3ヶ月も経ってくるとさ、クラブハウス全体がまあ正直言ってオワコンになってくる中で、まあ、仲いい人たちがこう残っていってさ、まあ、毎日話してるみたいな、まあ、こともあったんですけど、そこでやっぱだんだんね、あの人ぶっちゃけコミュ障だよねとか、あの人ぶっちゃけちょっと空気読めないよねっていう人が結構ポコポコ出てくるわけですよ。まあこれはもう悲しいというか残酷な話だけど、もう人間関係なんでしょうがないわけですよね。で、そういう人たちの特徴をね、自分なりに分析してみた結果ですね、喋りが下手とか、人の話を聞かないとか、そういうわけでもなかったんですよ。その能力は決してね、低くはなかった。まあ、高くもないんですけど、低いわけではなかったんですよね。じゃあ何が周りをイライラさせてるのかとか、周りが嫌だな、この人って思っちゃうのかっていうのを分析した結果、自分が話してる内容が全然周りに響いてない。要は、周りの人が興味持ってないっていうのを全然察知できない人なんですよね。クラブハウスって、リアルと違って本当に音声しかない、まあ、電話と一緒なんで、まあ、判断するの結構難しいんですよ。リアルだったらさ、顔の表情とか仕草とかね、なんか目線がずれてるとかさ、そういうのでなんとなくさ、今多分俺の話興味持って聞いてないなっていうのが分かるんですけど、クラブハウスの場合はあーんとかふーんとかっていう相槌とか、全然その話題に対して質問してこないとか、なんか返しがなんかちょっと弱い感じがするとか、まあ、そういうところをしっかり見た上で、感じ取った上で判断しなきゃいけないんですけど、まあ、その判断能力が低い人ですね。低い人がやっぱりコミュ障だっていう風に言われて、集団から阻害されてるような印象を受けました。だから結局ね、コミュ障っていう話になった時に、自分は喋りが下手だとか、相手の話を聞いてるつもりが全然聞いてないよって言われちゃったりとか、なんかそういうところばっかり意識向いてる人多いんですよ。で、これって聞くにしても喋りのスキルにしても全部自分に意識が向いてる状態なんですね。じゃなくて、そういった喋りとか聞く力の前に、こう相手の表情とか相手の声色ですね、声の変化、今私がこうやって喋ってるのって本当に普通の状態に見えてると思うんですけど、どんだけこう笑顔で喋ってても、なんかさ、もう最近だもうめちゃくちゃなんかなんとかね、でもボソボソ喋ってると元気がなさそうな印象になるじゃないですか。だからそういう声色の部分とかもちゃんとね、取っていかなきゃいけないんですよ。これ難しいんですけどね。だからいわゆるコミュ障って言われる人は、ちょっと厳しい言い方すると、自分のことしか見てない、もしくは見えてないんですよね。それはすごいね、話すのが苦手だからめちゃくちゃ気持ちが焦ってて、なんかうまいこと喋んなきゃと思って全部自分に意識が向いちゃってるって状態なんですよ。なので、これに関してはもう喋る回数を重ねる、特に初対面の人と喋るって回数を増やすっていうのが、まあ一番いいかなというふうに思ってます。まあ、もちろんね、ここまで話してきたんですけど、先天的なコミュ障っていうケースもありますからね。それは精神疾患だったり、発達障害だったりとかが原因でね、脳の構造上ね、なかなかそういうのが理解できないと。まあ、そういう問題もあるはあると思うんですよ。まあ、ただ、集団で生活していく上では、まあ、残酷だけどね、まあ、配慮はしてもらえないよね、正直ね。まあ、何人かはね、こう、しょうがないじゃんっていう人もいると思うんですけど、いや、しょうがないとは思うけど、めんどくせえよなっていうふうにやっぱ思っちゃうんですよ。少しの時間だったらいいんですけど、長い時間一緒にいるってなると、やっぱそうなってしまうと思うんでね。だからそこをね、うまく解消する方法としては、例えば、同じ属性の人と絡むとかね、オタクはすごいコミュ障って言われますけど、でも実際オタク同士ではめちゃくちゃ饒舌に喋ってるわけじゃないですか。って考えると、自分で属する集団を選ぶっていう感覚、それを持つっていうのもすごい大事になってくるんじゃないかなと思うんですよね。いずれにしてもメンタルハッカーとしてはよ、メンタルハックを配信してる YouTuber、メンタルハッカーホッシーとしては、一番良くないことは、コミュ障であることよりも、コミュ障だという事実に対して、だから自分はダメなんだとか、自分なんてね、生きる価値ないんだとか、そういう風な方向性に持っていってしまうことが、まあ、個人的には一番ね、良くないなと思ってます。まあ、コミュ障でも何でもね、
まあメンタル的に安定してりゃまあいいかなと思うし、自分で別に、まあ、確かにコミュ障かもしれんけどまあいいかなって思えるんだったらまあそれが一番いいんですよ、正直。まあでもやっぱね、皆さん悩んじゃうんですよね。まあコミュニケーションって結局人間関係のすごい基本的なところなんで、まあ悩む気持ちもねすごいわかります。で、私も元々はねすごいコミュ障だったんですよ。小学校中学校の時にちょっといじめられた経験があったので、まあ人を信用できなかったりとか人と話すのが怖いって思ってたんですけど、私は最初ね、オンラインゲームですね、オンラインでやるゲームで、それチャットとかでいろんな人と関わっていろんな人と会話してきて、まあ、同時にやっぱいろんな人とこうぶつかり合ったりしてきたわけですね。で、その中でどういうふうに喋っていけばいい、特にその最初の仲良くなる段階ではどういう立ち位置、コミュニケーションの取り方、そういうのをしていけばいいのか、で、目上の人だったらこういうふうにした方がいいとか、で、相手が異性だったらこういうふうにした方がいいとか、で、そういったスキルを身につけてきたわけですね。だから最近はそのコミュ障って言われることはもうないんですけど、ただこれも自分がどの集団に属するのかとか、すごい自分がこう話しやすいなって思えるような集団にしか行かないとかね、そういうふうにこう、まあ、ちょっと悪い方すると選別している、自分で選別しているので、まあ、コミュ障って言われなくなってると思うんですよね。例えば私が外国人の集団に入って英語しか喋っちゃいけないってなったらもうコミュ障ですよ。そんなもんね。言語まともに扱えないんだから。まあ、コミュ障になるとは思うんですけど、まあ、そうやってね、今回話した動画の内容であるとか、どの集団に属するのかとか、自分のことばっかり意識が集中してないかとかね、その辺も復習してみてください。自分がコミュ障だと思ってる場合はね。で、コミュ障の場合は少しずつチャット、まあ、ツイッターとかでもいいと思うんですけど、ツイッターとかでいろんな人に絡んで練習していく。で、残酷だけどやっぱ衝突はします。で、これは経験上しょうがない、経験していく上ではしょうがないと思います。人間関係の衝突っていうのはしょうがないと思うんですけど、まあね、衝突していってくださいねとかって言ったらなんかもうすごい煽り運転の人みたいになっちゃうんであれですけど、まあそれもしょうがないのかなと思いながらね、一歩一歩挑戦していってみてほしいなっていうふうに思います。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。